私は宮島千鶴、高校3年生。ねえ、社会人になったらどうなりたい？バリバリ働いて仕事終わったらエクササイズして、毎日自炊して恋もいっぱいしたいな。欲張りだね。そうかな。うん。秋は？私は旅行が好きだから、働きながら旅とかしたいなって。いいね。あと地図と今みたいに遊びたいな。それは大丈夫でしょう。でも社会人になったら友達と遊ぶこと減るって言うじゃん。え、そうなの？らしいよ。なんでだろう。忙しいからじゃない？私たちもいつかそうなっちゃうかもね。そんなことないよ、多分。そうだよね。社会人になっても絶対に今みたいに遊ぼうね。うん、もちろん。じゃあ行こっか。うん。大人になれば楽しいことがたくさんあるんだって思ってた。時間ギリギリだ。早く早く。スーツに着替えるのめんどくさいな。よし、行こう。洗濯物溜まってるんだった。出る前に洗濯機回しておかないと。よし。やばい、時間が。宮島さん、ミーティングあるからコピーお願い。はい、できました。ありがとう。宮島さん、来客来るからお茶よろしく。はい。トイレ掃除。はい。資料作って。はい。改めて思うけど社会人大変だな。もう19時か。よし、帰ろ。不在票溜まってるな。疲れた。全く体が動かない。せっかく買ったバランスボール、疲れすぎてやれないし。最初は張り切って自炊してたけど、毎日料理なんて絶対に無理だな。とりあえず空腹を満たすか。この漫画買ったのにまだ読んでないんだった。少しだけ読もう。もういいや。社会人になってから平日はただ帰って寝ることしかできなくなった。シャワー浴びよう。あとはスマホを見るのみ。ディズニーランドに来てます。楽しい。いいなあ、私も行きたいなあ。なんかご褒美が欲しい。あ、そうだ、疲れた時のアイス。うまい。この時間が最も幸せな時間かも。にしても散らかってるな。明日日曜日だし掃除しようかな。秋からだ。あ、地図、久しぶり。久しぶり。どうしたの？夜遅くにごめんね。明日休み？遊ばない？明日は一日中寝てたいな。あ、そっか、こうやって社会人は遊ばなくなっていくんだ。うん、空いてるよ。よかった。じゃあ明日の13時に。久しぶり。久しぶり。あれ、なんか顔疲れてない？そう、最近ずっと会社と家の往復だったからかな。そうなんだ。仕事どう？頑張ってる？頑張ってるけど、毎日生きるのに必死って感じ。仕事しながらジム行ったり、資格の勉強してる人ってすごいよね。そうだよね。私も毎日ヘトヘトで家に帰ったらベッドに突っ伏してるもん。わかる。だよね。大変なのは私だけじゃないんだ。とりあえず今日はたくさん話そう。うん、いいね。本当お金を稼ぐのって大変だよね。本当それ。もっと学生時代勉強しとけばなって思ったもん。秋は旅行行けてるの？いや全然。そうなんだ。でも絶対行くよ。今はそのためにお金貯めてるからね。そっか。うちの上司なんてさその日は久しぶりにいっぱい笑った。はー、楽しかった。じゃあさ、またこうやって話そうよ。うん、約束ね。うん、なんか辛いことがあったら相談して。オッケー。じゃあ行こっか。うん。今日は月が綺麗だな。大変なことも多いけど、私は幸せだ。楽しみや辛さを共感できる友達がいるのだから。よし、明日も頑張ろう。私は宮島千鶴、ゲームが大好きな高校2年生だ。また死んだ。このドラゴン強。一回さ、レベル上げしない？そうしよっか。うん。ねえ、社会人になっても私たちこうやって一緒にゲームしてるのかな？絶対にしてるでしょう。そうだよね。うん。むしろ社会人になったら今より使えるお金増えるし、もっと課金できるよ。新しいゲームもすぐに買えるしね。そうだね。お菓子を大人買いして朝までゲームでしょ。いいね。じゃあ約束ね。大人になっても一緒にゲームするって。もちろん。約束。
じゃあ今日は徹夜でゲームだ。うん。宮島さん。え、はい、ボーナス。あ、ありがとうございます。宮島さんは冬のボーナス何に使うの？新しいゲームとかゲーム機を買おうと思ってたんですけど。ああ、ゲーム好きって言ってたもんね。でも1年前に買ったゲームも1回だけプレイしてそのまま何もしてなくて、他にも買っただけで封を開けていないゲームが山ほどあるんですよね。え、そうなの？はい、もうゲーム実況を見るだけでいいかなって思ってて。まあ時間ないもんね。はい、仕事についていくだけでも精一杯で、結婚とかそういう現実的なことも考えなきゃいけないし。なるほど、とりあえず3連休だしゆっくり休みなよ。はい、ありがとうございます。19時か。いただきます。うん、おいしい。最近ぼーっと見てられるものばかり見ている気がする。会社で頭使ってるし無理もないか。ごちそうさまでした。20時か。時間はあるんだよな、気力がないだけで。ふう、3連休か。チーズ、久しぶり。どうしたの？さ、うん、今からゲームしない？え、今から？うん、高速でそっちに行くから。本当に？急にどうしたの？ていうかまだゲームやってる？いや全然やれてない。私もすっかり。でも3連休だし。そうだね、じゃあ待ってるよ。うん。1年ぶりくらい？うん、ずっと忙しかったから。だね。お菓子持ってきたよ、たくさん。おお、入って入って。うん。あの頃の約束を果たそう。覚えてたんだ。うん、そうだね。おお、すごい、画質上がったね。ほんとだよね。あー、こいつ強いんだよね。そうそう。危ない。ごめん、回復薬ちょうだい。また？ごめんごめん、しょうがないやつね。危ない危ない。一瞬だけ私たちは学生に戻った気がした。はい、望月凛です。今回は作家やビジネスコンサルタントなど幅広く活躍している星渉さんの書かれた神時間力を解説していきます。この本は一言で言うと、時間を有効に使うことで思い通りの人生を送る方法を教えてくれる本だ。思い通りの人生か。ああ、この世の中平等なものは少ないが、その中でも時間という資源はわりかし平等に与えられているものになる。私たちの一日はみんな24時間だからな。確かにそうですね。そして人生とは、与えられた時間という資源を強制的に何かに投資していくゲームになる。強制的に投資？そうだ。例えば会社に時間を使えばお給料がもらえるし、筋トレに時間を使えばマッチョになれたりするし、勉強に時間を使えば高学歴になれたりする。3年間海外に住めば英語をマスターできたりするし、恋愛に時間を使えば将来のパートナーが得られるかもしれない。投資だから 100% 得られるとは限らないが、時間を投資しなければ何かを得ることは不可能だ。なるほど、確かに僕たちは時間と何かを交換して生きていますね。そうだ、つまりこれまでの時間の使い方の結果が今のお前ということになる。俺はなんて無駄な時間を使ってしまったんだ。もっと言うと、人生において自分の望むものを手にしている人たちというのは、この時間の使い方が上手い人たちなんだな。彼らは自分が何が欲しくて、そのために何に時間を使えばいいのか、そして何に時間を使ってはいけないのかを正確に把握していて、常に自分の望むものを手に入れるためだけに時間を使ってきた人たちになる。そうか。一方、自分の望むものを手にできない人たちというのは、 SNS やニュース、芸能人のスキャンダル、どうでもいい仕事などのさまつなことに時間を使ってきてしまったんだ。完全に僕です。昨日も無駄にツイッターを見て、税金が上がるニュースにイライラして、ゲームして、パチンコしてたら一日が終わってました。うむ、
とはいえ別に自分の時間の使い方に満足しているのであればそれでいいんだが、もしそんな時間の使い方を後悔していたり違和感を感じているのであれば、この本から時間の使い方について学ぶのがいいだろう。なるほど。今日の授業を受ければそんな時間を有効に使うことで思い通りの人生を送る方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、人生とは時間の投資である、だな。時間の投資？ああ、さっきも言ったんだが、人生とは時間という資源を強制的に何かに投資していくゲームになる。はい、投資と聞くとお金をイメージしますね。うむ、ではまずは分かりやすいようにお金で説明していく。お願いします。例えば10万円を A という株に投資して1年後にそれが12万円に増えるのと、B という株に投資して10万円のままだったとしたら、どっちを選ぶ？そりゃ A の12万円ですね。こんなの誰でも12万円の方を選ぶと思いますよ。お金が増えた方が楽しいですし、10万円がコツコツ11万円、12万円と増えていくのを見るのはワクワクしますからね。そうだな、それで正解だ。このお金と同じように自分の時間を投資するイメージを持つといいんだ。私たちに与えられた24時間を一体何に投資すれば自分が欲しいものが得られるのかを考えて、そこに投資するんだ。例えば筋肉をつけたいのであれば筋トレに時間を使えばいいし、英語をマスターしたいのであれば英会話教室や海外に住むために時間を使えばいい。なるほど。このようにまずはファーストステップとして時間を投資するというイメージを持つことが大事になる。ここでは人生とは時間の投資であるということを覚えておいてくれ。わかりました。次は、時間をうまく使いたければ自分のゴールを決めること、だな。自分のゴール？ああ、というのは自分が何が欲しいのか、どうなりたいのかといった目標やゴールがわからなければ、今何に時間を使えばいいのかもわからないからだ。ん？当たり前だが、お金持ちになりたいのか、モテたいのか、または筋肉ムキムキになりたいのか、英語を喋れるようになりたいのか、美容師になりたいのかで、今何に時間を使えばいいのかが変わってくるだろう。そうですね。美容師になりたければ美容室でシャンプーやカットの腕を磨かないといけないし、筋肉をムキムキにしたいのならジムに行ったり筋トレをすることに時間を使った方がいいですよね。その通りだ。このように人それぞれ自分の望むものを手に入れるために何に時間を使えばいいのかが違ってくる。だからまずは人生の目標やゴールを決める必要があるのだ。よくわかりました。まずはゴールを決めましょう。うむ、ここでお前に問う。はい。お前はどうなりたい？1年後でも3年後でも10年後でもいいんだが、自分はどうなっていたいのか、自分の理想のイメージをまずは嘘をつかずにストレートに言ってみる必要がある。モテたいっすね。他には？モテたいです。やっぱり？モテたいです。お前の頭の中モテることばっかりじゃねえか、猿かよ。いや、男ってそんなもんですよ。いい服を着るのも髪を整えるのもマッチョになるのも、どこかでモテたいっていう要素がありますからね。まあそれは一理あるな。じゃあどんな自分がモテていると思う？髪が綺麗で肌ツヤが良くて細マッチョで髪の毛とか眉毛が整っている自分ですかね。うむ、じゃあまずは怖くても勇気を振り絞ってそれに時間を使うことだ。なるほど。モテたいのに眉毛を整えることにも筋トレにも髪型にも時間を使わずにゲームしてれば、そりゃ欲しいものなんぞ手に入るわけないのだ。説得力えぐいな。このように今何に時間を使うべきなのかは、全てゴールから逆算すれば見えてくる。ちなみに人生にゴールを持つだけで幸福度が上がることも科学的に分かっている。へえ。そういう意味では人生にはゴールがあった方が楽しいのは言うまでもない。ゴールがないっていうのは夢や希望がないっていうのとほぼ同じだからな。夢も希望もなければ人は頑張れない。ここでは、時間をうまく使いたければまず自分のゴールを決めるということを覚えておいてくれ。わかりました。次は、自分のゴールのために使う時間を第一優先にする、だな。ゴールのために使う時間を第一優先にするか。ああ、当たり前なんだが、
筋肉をつけたいというゴールがあるのなら勉強よりも筋トレの時間を優先した方がいいし、甲子園に行きたい球児は恋愛よりも練習の時間を優先すればいいし、資格を取りたいのなら遊ぶよりも勉強に使う時間を優先すればいい。これは下積みをしているお笑い芸人がアルバイトよりもお笑いの仕事を優先するのと同じだな。なるほど。このように自分にとってのゴールのために使う時間を第一優先にすることが大事になる。第一優先だから他のことよりも優先することだ。でも忙しくてそんな時間ないんですよ。会社や通勤時間、スマホ、ゲームなどに時間を吸われていますからね。モテるために筋トレとかおしゃれとか眉毛を切ったり服装に気を使う時間なんてないです。うむ、それはお金で言うと将来のために投資をしたいけどそのためのお金がありませんという状況だな。はい、そうです。そんなお前に言いたい。甘えるなと。時間はみんな1日24時間だ。にもかかわらず時間がないのは自分にとってのゴールに時間を使うよりも先にどうでもいいことに時間を使っているからだ。お金がないのなら生活費や娯楽にお金を使う前に給料が入った時点で真っ先に投資を済ませておくことが大事になる。そして残ったお金でなんとか生活すればいいわけだ。にもかかわらずお前は生活費や娯楽にお金を使って残ったお金で投資をしようなどとふぬけたことを考えるから投資ができんのだ。なるほど。時間の使い方も同じ理屈が成り立つ。つまり1ヶ月が始まったら真っ先に自分の目標のために時間を確保して何があっても絶対にその予定を優先することだ。でもサラリーマンなので残業とか同僚からの頼まれ事とかでスケジュールがずれたりするんですよ。うむ、そんなの後回しでいい。そもそも何のために生きている？何のために頑張る？それは自分が心から欲しいものをつかむためだろ。そうですね。自分のゴールのために時間を使うこと以上に大切な時間の使い方なんてないだろ。残業してモテるのか、頼まれ事を聞いてモテるのか。モテません。そうだろ。そんなどうでもいいサブクエストは後回しだ。まずはお前にとってのゴールのためにメインクエストを進めることだ。ここでは自分のゴールのために使う時間を第一優先にするということを覚えておいてくれ。わかりました。次は立ち止まってその都度自分のゴールを確かめるだな。自分のゴールを確かめるか。ああ、というのはゴールっていうのは成長したり夢が破れたりまたは夢が叶うことによってその都度変わっていくものだからだ。ゴールが変わる？そうだ。例えば高校生の時はいい大学に入る、甲子園に行く、医者になるというのがゴールであっても、大学に入ったら彼女を作るとか商社に入るというのがゴールに変わることもあるし、社会人になったらお金持ちになりたいとか出世したいというふうにゴールがいろいろ変化していくものなんだ。なるほど。このように時間を経てゴールが変化したらワクワクしなくなってくるはずだから、そうなったら時間の投資先も変えなければならない。今いる自分の場所からもう一度ゴールを設定し直して何に今時間を使うべきなのかを決め直さなければならないんだな。そうか。そして自分の目標やゴールを決めるときは立ち止まって考えた方がいいだろう。立ち止まる？そうだ。要は暇を作って考えた方がいいってことだな。なんでですか？人というのは動いているときっていうのは実は頭でじっくりと考えられていないものなんだ。例えばブラック企業でハードに働く人が死にそうなくらい追い込まれているのに仕事を辞めないのは休日や休息のほっと一息できて物事を深く考えられる時間がないからだ。そうか。冷静に考えればどう考えても辞めるべきことでも考える時間がないと体が壊れるまで続けてしまう。物事を深く考えるにはぼーっとできる時間が必要になる。ちなみに経営者が手を動かさないのは頭で考えることが山ほどあるからだ。そうなのか。このように自分の人生の目標やゴールを考えているのであれば、休暇でも取ってカフェでのんびりとした時間を過ごしたりドライブをしたりしてぼーっとしながら考えた方がいいということになる。つまり自分のゴールを決めるために時間を使う必要があるんですね。そうだ。ここでは立ち止まってその都度自分のゴールを確かめるということを覚えておいてくれ。わかりました。次は得たい結果につながらない頼みは断るだな。断る？ああ、
というのはここまで何度も言ってきたように、自分のゴールのために時間を使うというのがこの本のメインテーマになる。はい。だから自分のゴールに関係のないどうでもいいことは削れるのであれば削ってしまった方がいいんだ。簡単な話、洗濯物を干す時間が自分の夢や目標につながらないのならやらない方がいいって話だ。だからフェルミ漫画大学では乾燥機付き洗濯機を推しているわけだ。なるほど。で、これは残業や人からの頼まれ事、休日出勤なども自分の夢や目標につながらないものであれば断ることが大事になる。でもなんか空気悪くなりそうですけどね。流されるな。お前が休日出勤したところでお前のゴールであるモテることにつながるか。つながらないですね。じゃあスルーだ。何かを手に入れるためには何かを捨てなければいけないのだ。両手がどうでもいいゴミで塞がっていたら何も持てないからな。そうか。でも断るのって勇気がいるじゃないですか。特に先輩からの頼み事とかだと。ふむ。この本ではその場合は理由をつけて断る方法を身につければいいと書かれている。理由をつける？そうだ。というのは実は人は理由がわかると断られても大抵の人は受け入れてくれるそうだ。へえ。例えばペットの猫に餌をやらないといけないので帰りますとか、ペットの猫の調子が悪いので病院に行くために帰りますとかだな。そんなことより仕事を優先しろよって言ってきそうじゃないですか。ふむ。その場合はシンプルにできないものはできないと言い続ければいい。そうするともう頼まれることもなくなる。そうか。逆に会社で出世することが自分のゴールなのであれば、どんどん残業や休日出勤、頼まれ事を率先して引き受ければいいと思うぞ。何はともあれ自分にとってのゴールをつかむために時間を使うことが大事になる。はい。ここでは得たい結果につながらない頼みは断るということを覚えておいてくれ。わかりました。何か気になったポイントはあるか？シンプルに自分のゴールを決めてそこに向かって時間を使えばいいんだなって思いました。うむ、それが一番大事なことだな。ワクワクという感情は今の行動が自分の目標につながっていると感じられる時に湧き起こる感情なのだろう。またこの本には書いていないが、睡眠時間はケチってはいけないな。7時間でも8時間でもいいから満たされるまで睡眠はたっぷり確保するのがいい。じゃないとパフォーマンスが下がるからな。そういう意味では1日24時間から睡眠時間を差し引くと1日は実質16時間くらいしかない。16時間か。この16時間をどう使うかは君次第だ。ぼーっとしていても16時間は過ぎていくからな。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。